この動画では、水田市児童部子育て給付課が行っている施策のうち、主な施策について簡単にご案内していきます。各支援施策の詳細につきましては、水田市ホームページを検索、または子育て給付課までお問い合わせいただきますようお願いいたします。この動画でご紹介する主な施策の一つ目は、 児童手当等の手当についてになります。2つ目に医療費助成について、3つ目に一人親家庭の支援等について説明していきます。それでは、1つ目の手当について、児童手当、児童扶養手当、維持手当、交通維持手当の順に説明します。 しますこの手当は家庭における生活の安定次世代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に役立つことを目的として支給されます対象者は高校生年代18歳到達年度末までの児童を養育するものとなります支給月は年6回の偶数月です支給額は世帯状況により 一月あたり一万円から三万円が支給されます。次に、児童扶養手当について説明します。この手当は、離婚、死亡、遺棄などの理由で。一人親世帯となった家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに。児童の健全な育成を図ることを目的として支給されます。対象者は十八歳到達。 年度末までの児童を看護、養育している一人親家庭の親、または養育者となります。支給月は、期数月の年6回です。支給額は、所得等によって決定されます。次に、維持手当、交通維持手当について説明します。この手当は、両親を失った児童、 交通事故により保護者を失った児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しています。維持手当の対象者は、両親を失った義務教育終了前の児童を養育しているものとなります。交通維持手当の対象者は、交通事故により父または母を失った義務教育終了前の児童を養育しているものとなります。支給月は9月、3月の年2回です。 支給額は児童一人につき月当たり八千百円となります。それでは二つ目の医療費助成について、子ども医療費助成制度、一人親家庭医療費助成制度の順に説明していきます。それでは子ども医療費助成制度について説明します。この制度は 保護者の経済的負担を軽減することにより子どもの保険の向上に寄与するとともにその健全な成長と福祉の増進を図ることを目的として創設されています対象者は18歳到達年度末までの児童になります助成額は保険診療の自己負担分から一部自己負担額を差し引いた額が助成されます次に 一人親家庭医療費助成制度について説明しますこの制度は、一人親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、その生活の安定と児童の健全な育成を図ることを目的として創設されています。対象者は、18歳到達、年度末までの児童とその児童を看護、養育している一人親家庭の親などになります。助成学は 保険診療の自己負担分から一部自己負担額を差し引いた額が助成されますそれでは3つ目のひとり親家庭等の支援についてひとり親家庭相談ひとり親家庭就業相談母子不子家婦福祉資金貸付ひとり親家庭等日常生活支援事業ファミリーサポートセンター利用料の助成 養育費に関する支援の順に説明していきますまず一人親家庭相談について説明しますこの制度は母子不死自立支援員が一人親家庭の生活上の悩みの相談離婚前の相談母子不死家婦福祉資金の貸し付けに関する相談を受付し自立に向けての助言 情報提供を行うものになります次に一人親家庭就業相談について説明しますこの制度は就業支援専門員が相談者に対して一人親家庭の方の就職や転職資格取得等の支援に関する助言や情報提供を行うものになります次に 母子父子家父福祉資金貸付について説明します。この制度は、就学支度資金、子どもの高校や大学などの就学資金、親自身の技能習得など、一人親家庭及び家父の経済的自立を図るために、資金の貸付を行うものになります。次に、一人親家庭等日常生活支援事業について説明します。 この授業では、ひとり親、家庭の父、母、または一人暮らしの家父の方が、自立のための技能習得や就職活動、病気などの自由により、日常生活を営むのに支障が生じているときに、具体例としては、掃除など家事の補助をしてほしい、子どもの保育園の送迎と自分の帰宅までの見守りをしてほしい場合などに、家庭生活支援員、ヘルパーを派遣します。 次ににファミリーーーサポートセンター利用料の助成について説明しますこの事業では、一人親家庭の就労の支援と育児にかかる経済的負担の軽減を図るため、ファミリーサポートセンター相互援助活動を利用するひとり親家庭の方に、援助会員に支払った報酬、利用料の一部を助成しています。なお利用には 事前申し込みの上、入会講習会を受講する必要があります。次に、養育費に関する支援について説明します。1つ目は、養育費に係る公正証書等作成支援になります。20歳未満の児童を養育する一人親の方に、養育費の取り決めのためにかかった公正証書の作成や調停、裁判に要した費用の一部について助成しています。 二つ目は養育費面会交流の専門相談になります離婚や別居に伴う養育費のことや親との面会交流について、元家庭裁判所調査官、家庭問題専門相談員などが毎月第3木曜日の13時から16時の間、相談に応じています。続けて三つ目に 養育費確保のための強制執行の申し立てに関する支援について説明します一人親の方を対象に養育費確保のための強制執行の申し立て費用の一部を助成します助成を受けるには養育費についての債務名義等が必要となりますこのほかにも要件がありますのでまずは子育て給付課に事前相談をお願いします 以上で、水田市児童部子育て給付課の主な支援施策の紹介を終わります。お困りごとがある一人親家庭の方がおられましたら、下記の水田市児童部子育て給付課の担当までご相談ください。